はなかなかない回ですね。いや難しいねやっぱり。その後反省会ライブやった時に一問間違いが見つかってるのですでに。果たしてリーディングの正答率はどうなっていたのか見てみましょう。264回のトイックの結果はこうなりました。はい、始まりましたもちゃチャンネル。さあ、今回はですね、トイック公開テストの結果届きましたので開封していきたいと思います。そうですね、前回のやつはですね感想を見たんですけど、まあ難しかったと、久しぶりにこんだけ悩んだって言ってましたね。トイックパート1でもこれでいいのって言ったりとか、パート2とかパート3でもこれ正解なのね、パート7でもこれ正解か分からない微妙だっていうのがあったっていうですね、珍しい回でした。でもまあ難しかったからといって満点取れないかっつったらそうでもないので、そんな難しくないなと感じたその2月のやつダメでしたからね、だから分かんないんですね。あ、そうそう、2月はこうね破りしてましたけど、はい、それに対して3月はいや相当難しかった、ちょっと自信はないし、あとその後反省会ライブやった時に一問間違いが見つかってるのですでに、あーそこミスったかって思っててかなりへこんだんですけど、さあ果たして取れたのか、93回目の満点取れたのか開封していきたいと思いますね。そう、あとあれだったね、横にうん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 ってうなるチック症って言うんでしたっけの人が座ってたんで、結構集中するのが大変だったっていうのもあったんですよね。だからすごく辛かった回だったんですね。しかし取れたのかどうなのか見ていきたいと思います。そうですね、今回はですね TikTok もやってるから1分以内に開封しないといけないでは、それでは246回かな、3月のトイック公開テストを開封していきます。結果ですね、はい、両方見ないといけないのかこれお、さあどうなるのかよ、あー怖い、取れたかな、心配心配。さあ結果いきたいと思います。3月21日第264回ですね、264回のトイックの結果はこうなりました。見えるかな、はい、はい、こうなりまして、そしてはいという感じで、あ、満点ですね、やりました、93回目の満点取ることができました。いやー、ということで、はい、無事取りましたね。なんかすごい表情写真だな、仏のような表情ですけども、取ることできました、いやよかった、ふぅ、無事良かったです、満点取ることできたんで本当良かった。じゃあ続いては正答率ですね、いや気になるな、どれぐらいの正答率だったんだろうな。ではまずリスニングの正答率いってみたいと思います。自信があんまりなかったっつったやつ、さあどうでしょう、えどうってんじゃん、100100100、あ98100、長めの会話のところで1個ない、ってことはあれ微妙だなって思ったパート1もあれって思ったパート2も全部正解できてたってことですね、よかった、ああよかった。じゃあリーディングですね、果たしてリーディングの正答率はどうなっていたのか見てみましょう。はい、こんな感じです。リーディングはあれ結構間違ってない、95100 97100 100という感じでした。あ、まあ1、2問間違ってるっていう感じですね、まあ2問かな、わかんない、でもこのそうそう、これ両方が重なってる可能性もなきにしもあらずなんですけど、まあおそらく2問じゃないかな、2問ミスでも満点が取れる回だったっていうことになりますね。まあ分析していくんですけども、平均が62、67、77、あー詳細はだいぶ優しめですね。それに対して71、長めも詳細はやっぱり簡単めですね。でいやー暗示がやっぱ52、低いね、やっぱりここが難しいんですね。あ、そう、アビリティーズメジャードの見方っていうのはあの動画出てますので、ぜひ皆さん参考にしてください。本当にこれめちゃくちゃ役立ちますので、そう、自分がどこできないんだって思った場合はこれをぜひね参考にするっていうのを忘れないでください。ここで話してある内容のところを見て自分の弱点見つけてください。でやっぱり感想動画で話してた通り、推測
と照らし合わせですね。これがめちゃくちゃ難しいってことで、文章中の情報をもとに推測できる。そして一つの文章の中で、または複数の文章間で散りばめられた情報を関連付けることができるっていうのがやっぱめちゃくちゃ大事ですね。ここできるようにならないといけないんで。61、56、57、60、60、まあ押しなべて低いですね。どれも70いってるところがないんで平均。いや、やっぱり難しかったと思うんですね。自分自身受けてて、いや、これむずいなって思ったんで、具体的なですら 56% ですからね。いや、難しいね、やっぱり。だって推測散りばめたよりも難しいんだもんね。これはなかなかない回ですね。まあ、単語が難しかったっていうのは確かにあるかもしれないですね。言い換え表現むずいなって思ったんで、その辺も影響したのかもしれないですね。いや、やはりトイック難しくなってますよ。ぜひですね、受ける方は本当に対策していくことをお勧めします。やっぱどんどん難しくなってるなっていうのは自分の印象なので、ね、ぜひ対策本当に、まあ自分自身もメンバーシップレベル2以上でやってますけど、レベル上がってますよね。まあ長くなってるっていうのもあるし、答えの導き出し方っていうのもこんな風になるんだっていうのあるんだよね。あとは他の動画でも言ってますけど、だいぶ序盤からね、難しいもの出てくるとかになってるので、昔はそんなことなかったんですけどね、初めからもうトップギアっていうか、ドーンと難しいのが出てくるので、そこで時間を潰しちゃうとか、もう嫌になっちゃうとかですね、諦めちゃうとか、そういう人いたりするので、ぜひ気をつけてください。どうだったでしょうか。まあこんな感じでですね、まあ、私また受けますので、来週末受ける方一緒に頑張りましょう。イーダはトイック850点目指してますし、ポイズン松本はトイック950点目指してますから、みんな行きますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。はい、今勉強風景どうぞ。ポイズン松本もこんな感じで頑張ってますので、はい、皆さんも頑張ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。